それではここから第2部やってみたいと思いますけれども、第2部はとりあえず、とりあえずっていうかお便りのね、ご紹介をしたいと思います。今日のお便りはですね、それこそ、とりあえず、読んでみたいと思いますけど、匿名は、ご本人は特に希望ではないんですけど、僕が匿名にしましたね。これちょっと内容的にですね、あまり、なんて言うんでしょう、どなたか特定できるようなね、お名前を言わない方がいいかなと思ってね、匿名でね、お便りちょっと紹介したいと思いますけれども、差出人、徳さんですね。お便り、コメント欄だと変に思われるので、かっこ笑い、ドラッグについてのコメントです。変に思われるっていうか、まあ君もやったんだねっていうふうにね、思われてしまって、変なとこから変なね、つっつきが入るのも嫌だからというようなことなんでしょうか。学生の頃ガムでしたね。つまりあなたがそのドラッグとやらをやったのはガムでやったということですね。いたずらしました、点点点、まりまるファ、マル、ね、わかりますね。です、要は。僕の場合、ホテルの室内のエアコンの音がやたら大きく、エコーがかかった状態で聞こえました。なるほど。僕は前回のラジオで、なんか、例えば、音楽でも金属のね、例えばハイハットのチッ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 っていうような音がすごくなんか、良くも悪くも感に触るというようなね、そんなこと言いましたけど、そういうようなことですかね。エアコンの音がやたら大きく、エコーがかかった状態で聞こえたと。そして、それと友達の声が、遅れて聞こえたり、なるほど。これはあれですか、腹話術の何ていう方でしたっけ、あの方。一国堂さんでしたっけね。すごいですね、あの人の芸もね。聞こえてくる声と口の動きがずれてるっていうね、まあいわゆる衛星中継とかでね、外国の特派員の人が喋ってる時なんか時々そんな風なね、ことが起きたりしてますけれども、まあ言ってみりゃそんなようなことなんでしょうか。友達の声が遅れて聞こえたり、幻覚といえば、かなり難しい光学系の数式が解けたんですよ。夜ラリってる時、それは多分解けたと思ってるだけで、そんな難しい光学系の数式がですね、まあ、解けるわけがないと僕は思うんですけど、もうノーベル賞間違えないと思ったです、かっこ笑い。なるほど。と同時に頭の中がぐるぐる回ってしまって、もう二度と正常には戻らないと思ったらゾーッとしましたね。僕が言いましたトリップ映画の映像みたいなのが僕は来たんですけど、多分この方も、そんなようなね、イメージだったんじゃないかと思いますよ。そして、なので、薬関係は絶対やってはいけないと、その時固く決意しました。そして気持ちいいとは全然思わなかったなと書いてありますね。まあ僕もね、何がこれがいいんだろうというようなことね、それはもう随分経ってからですよ。そのやってるその時はもう恐怖心だけでしたね。こんなまあこんなって言っちゃ失礼だけどね、その南海の遠いそのパラオでね、大きな総合病院があったり、救急車が、なんか連絡したらすぐ走ってくるとか、そんな風なことはとても期待できないだろうし、これでなんか例えば心臓が止まっちゃうとかね、そんなことになったらどうしようって、もうすごい恐怖心がね僕はありましたね。まあちゃんもねきっとそうだったと思いますよね。気持ちいいとは全然思わなかったし、まあその時固く決意しましたとね、もう二度とやらないってことですよね。まあやるもやらないもこれは旅先でのまあいわゆるお遊びなわけだからね。そしてあれ、俺何を話してる、若い頃興味本位もいいですが、今思えば海外行って、浮かれてですね、その後何度もガムには行きましたが、誘われても二度とやらなかったです。なるほど。やっぱああいうとこはそういうのが簡単に出回ってるんでしょうかね。そして、音が良いとは言いますが、多分エコーがかかった状態に聞こえるだけだと思いますよ。なるほど。音楽がよく聞こえるっていうのはね、聞きましたね。そして、余談ですが、市販の薬で、筋弛緩剤、肩こりなんかの飲み薬ですが、あれを服用しても同じ症状で、まあ、こんなこと言っちゃっていいんですか、出ますよとね。
最初飲んだ時びっくりしました。なので、以降、筋弛緩剤の飲み薬飲んだことはありません。怖いですからね。あの普通に薬局で売ってる薬でそんな風になるんですかね。まあ怖いことですよね。そして、あと化石の恋、ギターコードありがとうございました。こんなこと言った時、あ、君っていうか、あの分かっちゃいますけどね。昨日一人スタジオ入って歌ってみました。難しい曲ですね。でも歌いがいあります。あのまあこの方はどなたか分かりませんけど、あのブログに載ってましたけど、すごく歌が上手くなってましたね。びっくりしました。あのかなりいい感じにね歌ってましたよ。2年前だったかな、2年半ぐらい前、さなちゃんのね、追悼ライブの時に、ゲストであの歌っていただきましたけれどもね、やっぱり2年間猛練習したんでしょうね。とってもいい歌に、ね、なってましたね。そしてそしてありがとうございました。寒くなってきましたが、ライブに向けてお体、特に、喉お気遣い、そしてご自愛ください。ありがとうございました。孫の奥さんからの、お便りでしたね。そんなことでね、まあ若い頃、特にね、そして随分前の話ですよ。これ何十年か前でしょう、きっとね。まあ今はね、そんなことをまかり通るようなね、時代じゃないですからね。それはもうあのかなりカチッとね、取り締まられてしまいますよね、そんなことしてたらね。まあ、だから僕も、前回のラジオでお話ししたのは、ちょうど30ぐらいの時ですから、もう30年以上前ですね。まあそんなことでね、若気の行ったり来たりというようなね、まあそんなお話でしたね。ありがとうございました。それではここでね、ちょっと曲を聴いてください。メモリーズから、2人のパラダイス。それでは、ここでいつものレギュラーのコーナーです。ユーニャの部屋。ラジオ62回ユーニャの部屋。身内にいろいろありまして、バタバタと慌ただしく一日が早く終わっている今日この頃です。お身内に、何か あられたんですか、あのお大事にしてくださいよ、ね。今は普段と変わらず会社に行き、ああでもないこうでもないと話しているのが、一番楽しいのかもしれません。なるほど。何もなくね、普段通りに、ことが進んでいくのがまあ一番幸せで楽しいかもしれないとね、そういうことでしょうか。今回はずっと前にテレビでやっていたお話を。
日本人の素晴らしさについてなんですが、食生活においては、代々、生の海苔を食べてきた日本人は腸内に消化できる細菌を持っているそうです。そうなんですか。生の海苔を、代々食べてきた日本人、そして、生まれたばかりの新生児は腸内細菌を持っていないので、母親や先祖から細菌をもらうそうですが、日本人はすで、に生まれつき生の海苔を食べていたので、消化できる細菌を持っているらしいです。そして、日本食といえば、発酵食、発酵食といえば味噌、今味噌汁が世界的な健康食として注目されているそうです。へえ、そうなんですか。僕もね、お味噌は大好きですね。赤味噌ね、お味噌汁も好きだし、赤味噌のおでんとかね、そんな大好きですね。そして、長崎に原爆が落ちた時にたくさんの味噌を備蓄していた病院で、ご近所の人々に、その味噌を提供したら原爆症を一人も発症しなかったそうです。なるほど。そのためチェルノブイリ原発の時に、ヨーロッパから味噌の注文が多くなったそうです。なるほど。何か放射能を防ぐというか、関係があるんでしょうか。発酵食と放射能ね。そして、食品についてはここまで。そして、脳科学分野においては、日本は、言葉の使い分けが多いので、日本人の脳は特殊なんだそうです。日本人は、ひらがな、漢字、カタカナ、ローマ字の4種類を使い分けている。一方、外国人はアルファベットの1種類。なので、日本人は脳梗塞を起こすと、漢字だけ読めなくなることもあるそうです。へえ、そうなんだ。というのも、ひらがな、カタカナというのは英語系の、脳領域、漢字というのは画像系の脳領域、だそうです。こうやって記憶するところが違うからだそうです。なるほど。ひらがな、カタカナ、こういったものは英語系の脳領域、言語系というような意味なんでしょうか。漢字というのは、画像系の脳領域とね、こういうふうに、記憶するところが違うからだそうですと。そして、運動生理学においては日本人は超長距離の100キロマラソン、これの世界記録保持者は男女ともに日本人だそうです。運動生理学において日本人はこれも長けているとね、いうことですかね。その理由は、1、日本は多湿のため発汗機能が発達している。その2、足が短いのでピッチ走法の選手が多く、小股なので足への衝撃が少なくて有利。はあ、なるほど。オリンピックにこの競技あると独占してしまうことになりかねないらしいです。オリンピックに100キロマラソンがあったらということですかね。そして、昔から日本人の技術が、優れすぎて、禁止ルールになることが多いのです。例えば、水泳で、潜水して金メダルを取ったら、禁止という例も。あ、なんかありましたね。ずっと25メートルだか50メートル全部潜った状態で泳いじゃったというようなことが確かありませんでしたっけね。これは、禁止になったということでしょうか。他にも競泳の水着の研究だったり、スキージャンプの規則がいろいろ変わったり、日本人の、研究技術が、ルールを変えるようですと。はあ、なるほど。そして、心理学からも、日本人は世界的にも、特に優しい性格なんだそうです。実験でアメリカ人、フランス人、中国人、日本人に、喜怒哀楽のある映画を見せた時に、3カ国、アメリカ、フランス、中国は、
楽しい、または暴力的、またはセクシュアルなシーンが印象に残ったという感想の中、日本人は、寂しそうに泣いていたシーンが印象に残ったという結果だったそうです。なるほど。西洋の人は、楽しいとか暴力的、ね、セクシュアルなシーンと言ったけれども、日本人は情感に訴えるような、ね、寂しそうに泣いていたシーンが印象に残ったと。ね、日本人は他人の悲しさ、寂しさ、感受性が強いそうで、昔から地震、災害を多く経験してきた人種で、支え合う精神が、DNA レベルにまでも、達してきているのではないかということだったそうですと。なるほど。昔から、まあでもそうですね、そういうものかもしれないですね。地震、災害を多く経験してきた人種ね。なので支え合うという精神が、DNA にも刷り込まれていると。ね、そういうことなんじゃないだろうかということのようです。笑いも日本人は、本心から笑う人が多く、目尻にシワができる笑いは本心から笑っているそうです。なるほど。日本人の笑顔は最もバラエティに富んでいるそうです。外国人は笑顔は単純なものそうなんだ。笑顔は友好や喜びを表す時だけ。あ、なるほど。外国人の方はということですか。外国人は笑顔は単純なもので、笑顔というのは友好や喜びを表す時だけ。一方日本人はその上に敬意を表す時に微笑み、そして外国人から見るとわからないのが、失敗した時に笑う苦笑い。まあこれはよく言いますよね。失敗して、まあ悔しいはずなのに何を笑ってるんだろうなんてね。日本人はその意味不明に笑うなんていうようなことを昔ね言われたことも、あったようですね。そしてそんな風に笑顔の種類が豊富だそうです。大陸は多くの人と付き合っていくから。あ、なるほど。島国日本は上下関係が大事なんだからじゃないかとのことでした。あ、そういうことですか。まあ、上下関係をうまくやるために、まあ、とにかく、笑うとね、そういうことなんだろう、そういうことなんでしょうか。そして、以上日本人の素晴らしさについてを書かせていただきました。なるほど。ユーニャさん、日本人を語るというね、本日のお便りでしたけれども、この日本人の特徴を裏を返せば、悪く言う言い方もできるけれど、島国日本が古今から託された技術や気持ちを受け継いで、自信持ってもっと次につなげていきたいですね。アメリカ、イギリス、韓国が揺らぐ中で、日本人の私たちは世界に向けこの国民性を武器にして活躍できるようにと願っています。なんだか今回はちょっとグローバルなね、全世界に向けて、前回は非常に日本の中のピンポイントね、日本のマチュピチュと並びに、誰も知らない純くんのね、生まれ故郷に、ピンポイントでスポットを当てていただいたかと思えば、今回は非常にグローバルなね、この国民性を武器にして、日本が世界に、まさに、なんだかよくわかんなくなっちゃいましたけど、まあいずれにしてもですね、活躍できるようにと願っていますとね。あ、そんなことを今回は書いてしまいましたが、次回はもうライブじゃないですか。そうですよ。次回はもうライブですよ。だって月に2回しかこのラジオないわけですからね。だからまあ1回やって2回目のラジオを聞いてる時っていうのはもう1ヶ月、次は1ヶ月終わった状態ということになりますからね。何言ってんだろう。まあ、この間、この間11月になって、今日は15日で、まだまだ12月ライブは先のことかと思ってました。ここのところ本当に1日が早いものです。アルバムは
いつまでも待ちますし、もしくは7曲での、年1のアルバムでも、どちらでも淳くんの納得できる方を、待ってます、寒くなりましたし、どうかお体だけはお元気で臨んでください、ユーニャの部屋でした。ユーニャさんありがとうございました。アルバムはですね、鋭意頑張っておりますね、そして、ちょっとね、申し上げますとね、今あなたも書いてくれましたように、今回は7曲のアルバムにしましたね。毎度10曲入れているんですけど、まあ、ちょっと諸事情ありまして、今回は7曲でね、本当はね、あと3曲、まあ、構想はあるんですね。アクエリアスの曲も、ちょっと焼き直してやりたいし、こんな新しいオリジナルも作りたいというね、ことで、その、10曲分の構想は、あります。まあ、曲は3曲できてないんですけどね。なので、まあ、完成している7曲だけ、ではありますけれどもね、なんとか、今頑張ってます。なのでね、ちょっとね、やっぱり何年か前の暮れのライブの時みたいなもんですよ。アルバムと練習が、ガチ合っちゃってね。まあ、アルバムずっと進めてる時っていうのは、その音楽はやってるけれども、ライブの練習、はちょっとできないもんですからね。その辺のね、ちょっとせめぎ合いでね、アルバムをまあ3日間頑張ったら、1日ちょっと練習に当ててみたいなね、そんなことをやりながらね、頑張ってますんでね。まあ、アルバムとね、そして12月3日のライブね、お楽しみにしていただきたいと思いますね。ユーニャの部屋でした。ありがとうございました。それではね、ここで、また曲を聴いていただきたいんですけれども、これも、メモリーズから、ノースモーキングじゃなくて出なかった、これはアクエリアスの、ノースモーキングです。どうぞ。別れの言葉言い出せなくて、嘘つけないで時が流れてく、でも遊びだなんて聞いてなかった。 No smoking、 ごまかしのタバコはやめて、別れのことは言い出せなくて、嘘つきじゃない、あなたならきっと本当の心だけを教えてくれる。 No smoking、 ごまかしのタバコはやめて、アクエリアスでノースモーキングを聞いていただいて
ています。懐かしいですね、もうこれも本当にね、後半の後期の曲ですね。常々僕はあの歌作りというのはネタ探しだっていうことをよく言ってるんですけど、まあこれは、歌を作ってる人は結構みんな思ってるんじゃないかなと思うんですけども、とにかく何を歌おうか、何を聞いてもらいたいかね、何を歌いたいかね、それはやっぱりもうネタにつきますよね。このネタがないとね、まあこれはあの例えば、職業的にね、書いてる方、何か題材をもらって、まあ、無理やりこう作り出すなんてことはあるかもしれないけど、まあ今僕がやってる自分の中からこう出てくる音楽、自分は何やりたいんだろう、何聞いてもらいたいんだろうっていう中で、例えばあこれだ、これを歌いたいっていうネタをなんかふっと、見つけ出したりとか、何かの拍子にポンと飛んできたりだとかね、いろんなところでね本当にね、ネタに出会いますね。言い換えるとネタを探しています、常に探していますね。このノースモーキングなんていうのも、まあノースモーキングというような文字を多分その当時見たんだと思いますね。いわゆるその、まあ、喫煙マナーみたいな、まあ、そういったようなところから来たんだけれども、まあ例えば、その何かはぐらかすようなね、ちゃんとしたことを言ってくれない、何かこうその言い口ごもるというか言いにくそうにして、なんかはぐらかされて嫌だそのタバコっていうね、まあそんなことをねその当時多分ね思いついたんだと思いますね。ノースモーキングという何かを見てね、まあそこから、できた曲なんですけども、最近ですね僕はあのちょっとね音楽的なこうなんていうのかな、思考というか方向がね自分で変わってきたように思います。まあ変わってきたというか、回帰してきたというかですね、回帰というのは、まあ、回るに帰ると書きますね、まあ、原点に戻ってくるというか、まあ、だからその、まあ、原点に戻るっていうのも、正しいかどうか分かんないんですけども、そのやたらね、まあ、サンタナだとか、特にねエリック・クラプトンね、クラプトンのブルースなんかをね最近はよく聞いてますよ。僕が17、8、9、20歳ぐらいの頃ですかね、今池にユッカっていうお店があって、もう毎晩そこへ入り浸ってはね、ギター弾いてました。もうユッカっていうのは、まあ、フォークとブルースのお店という風になっちゃってましたね。別にそう歌ってたわけじゃないんだけど、菊池博史さんっていうねフォークの方、そして、まあ、ここで名前を申し上げてもちょっと分かんないと思うけれども、もうあのその当時ね、しげちゃんって言いましてね、大須の L ね、 L の創始者ですよ、しげちゃんって方もね毎晩ね、あの通ってきてましたね、あの歌ってギター弾いてね、しげちゃんブルースマンでしたよね。確かあの方ね植木屋さんか庭師さんかなんかをやって見えてね、その当時、仕事が終わるとねギター抱えてね、ユッカに来てねブルース歌ってましたね。そのしげちゃんが、後に、大須のねあの偉大なライブハウス L をね作ることになるんですけれども、まあそんなことでね僕はあの、まあ、原点回帰ということでもないとは思いますけれども、なんか最近ちょっとねブルースだとか、あとまあそのクラプトンのブルースを聴いているその延長でね YouTube なんかでも連続していろんな動画が出てくるんですけど、例えばアイショットザシェリフとかね、レゲエの曲ですね。レゲエって言ってもまあ僕らの、若い頃のレゲエと今のレゲエはもうやっぱり根本的に全然違うものだと僕は思いますけど、とにかくボブ・マリーだとかジミー・クリフとかね、まあ、そういった方のねそんなのがすごい好きでした。だからクラプトンもまあそういった影響を受けて、アイ・ショット・ザ・シェリフなんて曲をやるんですけどもね、これもかっこいいですよ。こんなのをね見ながら、というとね、なぜこんなことを言ってるかと言いますとね、実はちょっと予告編ですね。今回のアルバムね、このアルバムにはですね、ジュン君こんな曲やるんだっていうようなね、クラプトンっぽいものだったり、まあ、つまり今言いましたブルースっぽい曲だとかね、なんとね、まあ、こんなこと言っちゃうと、まあ、開けた時につまんないかもしれないけど、まあレゲエの曲なんかもね入ってますよね。まあそういう意味じゃね、ちょっと珍しい曲がね、ちょんちょんと入ってる、曲数は少ないですけれどもね、まあそんなアルバムになりそうですね。今ね、頑張ってやってますんでね。なんかね、純くんらしくない曲だねっていうのがね、どうだろう。半分ぐらいあるかな。まあ半分って言っても7曲のうちの、だからまあ3曲ぐらいは、こんな歌、
作ったんだっていう、まあ、そういう印象を持たれる方もいらっしゃるかと思います、アルバムがね、今父としてね鋭意進行中ですね、お楽しみにお待ちいただきたいと思いますね、そんなことで、来週、再来週かは、12月3日、岐南町ソウルダイナで、原潤ライブ今年最後のライブをね行いますね、皆さんぜひね、振るって、ご参集くださいますようよろしくお願いしますね。それでは、そんなことで、11月19日、第62回原潤ザレディを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。さよなら。